架け橋テレビですね。今日はね、アシスタントいないもんで、今日は架け橋新聞を送りましょうかね。これが16日付の第20号。トップ記事は、初の討論型演説会。衆議院選の合同個人演説会が8日に行われました。南公民館、小笠原涼子さんと中野あたりのり子さん、そして秋則さん、3方が町長発信のやり取りがありましたですね。それぞれのメッセージを述べた後、質疑応答ですね。中野あたりさんが小笠原さんと江藤さんにちょっと聞きたいことがあるという感じです。それからそれ終わったので江藤さんから中野あたりさんと小笠原さんに質問。で、最後は小笠原さんから江藤さんと中野さんに質問ということですね。普通の討論会は、自分の意見をこう述べて喋って終わりなんですけど、今回はお互いの主張に対して意見を言い合うという試みをした、討論会でした。いよいよあと何日ですか。水木金土、選挙が4日間。盛り上がりますかね。広告が一つ、佐藤初めさん、森の五木屋で大勢の人の心を癒している佐藤初めさん、十和田市講演会、1月17日、これは牧場町内会が案内しますね。申し込んでください。それと、2ページいきましょうかね。第2名。市議会が始まりましてですね、一般質問、今回は十和田市政初めて日曜日の一般質問ということで、9日の日曜日は野月忠美さんと小村初彦さんと、それから、野月和弘さん、竹島克明さん、工藤正弘さん、この5人が出ましてですね、まあ、全部は載せませんけど、一通りの、質問通告を全部、載せました。野月さんは予算編成の特別枠はどういうことですかとか、教育プラザ、交流プラザ、焼山フラワーガーデン構想について、この辺を聞いてましたね。それから、小村さんはゴミ、生ゴミですね。家庭の糞尿、バイオマスを取り上げてましたね。年間2500トンの生ゴミが出るって、畜産農家、排泄物をバイオマスに使いましょうって。それからね、東鉄駅ビルがなくなったんですけども、あそこにバス停がプレハブで立ってるんですけども、あまりにもみそぼらしいじゃないかと。前は駅ビルのビルの中にあったんですけども、今は野ざらし。結局トイレがない。だから道路を渡ってハッピードラッグを借りてるって。これじゃあまりにもね、朝夕の学生さんにも高齢者にも気の毒だし、見た目のイメージも悪いですよっていうことで、これを取り上げましたね。全くごもっともですね。それ、なんとかしてほしいですね。東鉄のせいじゃないと思いますね。野月和弘さんですね。定住自立権。花と温泉とアートの街について。から竹島さんは環境、十和田湖と環境保全、それから安全な水資源の確保と、アメリカ城一人、公民館の果たす役割とは何かということですね。北園小学校はあのエリアでは公民館がない、作ってくださいという話でしたね。それから工藤正弘さんですか、市長にエールを送るということですね。一生懸命頑張ってくださいということですね。公共施設はいずれ朽ちてくると、市役所もね、10年後を見据えて今から、立て直しの手を打ちましょうということを言ってますね。それから子どもに道徳心が当たらない、歴史教育をもっとしましょうと、こういうような感じですね。なかなかいい議論でしたね。ついでに飛ぶとですね、ごめんの方にですね、一般質問の2日目を
マスジンさんですね。学校、小学校、小学校、中学校で、まだ洋式トイレになってないところがあるんですね。これじゃ問題だろうと。家庭ではみんな、ほとんどが洋式ですからね。子供たちの学ぶ環境を良くしてあげようということですね。フラワーガーデン、湯の台に風力発電、そういうことですね。医療費を中学校まで無料化しようと。小学生の医療費は、入院費も、無料化したんですけども、中学校はいい答弁でしたね。入院費に関しては25年度に無料化しようじゃないかと。通院費についてはまだちょっと検討させてもらいたいということですね。25年度は中学生の入院費用無料化になるということで、これは子供を持っている世帯には朗報だと思いますね。それから、ヘライさん。十和田湖畔焼山の観光対策、数値を把握してるんですかということですね。観光客300万人の回復を目標としてますがって言って、それから観光地の当事者におもてなしの心が足らないのではないかということで、市長はこれ同感だね。このままではダメだ。おかみさんたちもようやく今動き始めていると。やっぱり食べ物が大事だから、ヒメマスをちゃんと食べてもらうようにしたいなと。それから子どもさんがですね、遊覧船に乗ったことがない子どもが増えているということですね。小学校のうちにですね、遊覧船に連れてって乗せてあげようと。で、単にその寝の口と休みを往復するだけじゃなくて、湖畔を一周するといろいろ学ぶことがあるという。で、4年生全員を連れていけばいくらかかるんだという質問をしたら、605人全部乗船させて175万円で済むということ。ね、遊覧船の価値は認めていると、ね、そういうことです。ただ教育長が、いや、決めるのは校長だからというふうに答弁してます。ちょっとこの辺はいただけなかったですね。むしろ教育長が率先してですね、方針を出して予算要求しなきゃいけないじゃないかと、まあ、同感ですね。それからゆっこの会、65歳以上の老人、この間後半まで足を伸ばして大変好評だったって。363名が参加して356名が船に乗ったと。いうことですね。来年は2回やりたいということですね。これは介護予防の効果がある。でちなみに介護予防1になった場合は、本人の負担が年間で20万円、市の負担が179万円、199万円、200万くらい1人かかると。それを考えると、このゆっこの会で予防すればはるかに効果があるということですね。広めてほしいですね。除雪対策、農業政策、桜田博之さん、武道必修化で、柔道なんか中学校で必修化になったんですけども、安全対策は大丈夫かとですね。ね、なんかあとね、生活保護の保護費支給実態はどうなんだということですね。正しく運用されているのか、不正受給はあるんじゃないかということです。どうもあるみたいですね。不正は許しがたい、あってはならない行為だということですね。23年度は6件あって156万円不正受給があって、24年は4件で47万円返してもらったと。なあ、すごいですね。生活、保護を受けていて、そこから自立したのが、今年は59件が、返上になって、27人が自立したとなるほどなと。畑山さんは、重点政策。岩手県くず巻町を取り上げてですね、小祝農場から民間人2人採用していると。どうですかと。選択肢あり、自然景観、土地景観のバランスを、稲生川沿いのですね、西側の方が荒れ放題だということですね。遊歩道を手入れしてほしいということですね。それから、一人暮らし、二人暮らしの高齢者世帯が5973世帯ある。一人暮らしが3572人。見守りネットワーク事業を進めましょうということですね。それから江藤さんがですね、原発が止まって火力発電を稼働したことで CO2 が増えたと。化石燃料に代わる決定打がないんだから、小規模な再生可能エネルギーをコツコツとやりましょうということですね。小規模水力発電、風力発電はですね、高森山周辺に実証設備1基を来年作ります。これすごいですね。初めて聞きましたね。いい答弁でしたね。ね、から可燃ごみの減量化対策、このごみ問題でありますね。町内連合会で今取り組んでますけどもね、こういったことが議会でありましたね。1面2面、今度はここだね。
からずりですね。ここですね、植物の不思議いっぱい。戸沢栄一さんが新しい本を出しましたね。これいい本ですよ、皆さん。手に取って読んでください。東日報の夕刊に50巻にわたって連載になった植物の不思議いっぱいというのは非常に、昨日ですか、東日報の書評に載ってましたけども、ね、2100円。それからですね、大高しずるさんって NHK の教育テレビで出てますね。デンデラリューバン出てくるバッテンってやつですね。あの人のコンサートがあるということですね。田中さんと望月さんが PR に来ました。これね、つくね芋ボーイズ東京デビアってことですね。このつくね芋ね、この武骨な馬なんですけどもね、中は真っ白って色白で甘くてですね、非常に性需要競争にいいということですね。山王の子供たちが頑張ってですね、東京まで行って、広めてきたということですね。こう綺麗な広告ですね。クリスマスはコマックランダイどうぞ。23日に行くとケーキがもらえるということですね。そしてこれはあられちゃんのページですね。あられちゃんも行こうよ。今回は、おしゃべりもおいしい福田和子さん、稲生町の3丁目ですね。福田洋菓子店の奥様ですね。フルーツタルト、これ好きですね。おいしいですね、フルーツタルト3150円。カリッとしててね、生地がカリッとしててフルーツがいっぱいですね。このね、福田さんはですね、おしゃべりがなかなか人気者です。それから山畑美香さん、これ中国語の通訳さんですね。もともと中国の方ですけどもね、日本人の山畑さんが中国の仕事で行ってる時にそこで知り合って結婚して、で戸和田に住んでいるということですね。これすごいですね。通訳案内士中国語青森県第1号というこういうのがあるんですね。から野菜ソムリエ、最近活躍してますね。その中の中村涼子さん、この間のさっき出た北斎館のつくね芋ボーイズに付き添って行ってきたんですね。まあ市内でもあちこちで顔を見ますね。活躍してますね。おいらせ見つけたは荒屋敷すみ子さん、久々の登場ですね。もう凍ってますね。ここにさっきの戸沢先生の広告が出てますね。こんなところですね、今回の。ここが最終ページ、読者のしゃべり場、見出していきましょう。大学生が怖がる、除雪しない歩道、もはや諦めたのか、プラザ問題、この間人が少なかったですね。縁石のない道は歩行者に優しいかって、大学道ですね。ただ乗りやめて住民登録せよ。学生さんが住民票を移してないんですね。ちょっとインフラ整備にお金かかるのに、それはただ乗りじゃないかという意見ですね。中央公民館の壁画を保存しましょうと。稲生川の浄水の壁画ですね。あれもなんとかしなきゃいけない。産休育休、民間もつらいさ。この間中央病院の話が出てましたからね。民間も結構もっと大変なんですよという意見ですね。黄色い紙、おかしいですよ。これはゴミの収集場所にですね、今日は曜日が違うということで黄色い紙がベタベタ貼られちゃう。でしかもその叱るべき日になっても持ってってくれないと、おかしいんじゃないかという同感ですね。猫の砂どうすればいいのって、ね、猫の砂ホームセンターでっていうのは基本的に燃えるゴミなんだけども、回収者は持っていかないと、どうすればいいんだという。潰して出そう PET ペットボトルですね、かさばるんですよね。かさばるけどもね、ちゃんとすすいでぺちゃんこに潰して出せばゴミの減量につながるんだけども、そういうこと。ゴミを特集して3つ意見が出ましたね。まあそんなところでね、今回はあられちゃんがちょっとねお出かけでしたのでですね、私としては一人でですね、駆け足新聞の20号ですね、読者よりもいち早くですね、今日お届けしまして内緒ですけども、これから印刷にかかるんですけども、ネタがないもんで静かに放送いたしました。